レディオアクアス、アクアス、アクアス、ドゥ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 、アクアス、エイト、ドゥア。レディオアクアス、アクアス、エイト、金曜オイト。この番組は栃木県那須塩原市、疎水スクエア、アクアスの中にあります。疎水スクエア、アクアスより、疎水スクエアアクアスの中にありますスタジオアクアスより、今夜も生でお届けいたします。この番組をお届けするのは上田エリニス、よろしくお願いします。ミミです、よろしくお願いします。リショウさん、ボーラボイテリショウさんお休みで、ちょっと今日は五之助さんが、来てくださってますんで、いろいろ絡んでくださいね。よろしくお願いいたします。それから私の手紙で運命でお届けします。そうだ、大事なことを やり忘れてしまいました。 これです、これ。あ、明けましておめでとうございます。今年も一年よろしくお願いいたします。いやー、年明けましたね。そうですね。大事な手つかんできちゃうんだよね。あの、持ってなくていいですよ。李翔さんじゃないのはもうバレバレですし。はい、ありがとうございます。じゃあ、いつものようにブラジル、ポルトガル語でも、はい、あの新年の挨拶を兼ねてお願いいたします。フェリーザノノーボ、フェリーザノノーボ。Estamos no ano de 2016, era Heisei, ano 28. Estamos aqui no programa Kinho 8, transmitido do Estúdio Acos, que fica aqui no Sosso Square, da cidade de Nasu Shobara, estado de Totigi, Japão. Esse programa se chama Kinho 8, Kin de Kinyobi, sexta-feira, e o 8 do nosso português, 8 horas. Este é o senhor Galileu Suzuki-san. Hoje temos a Mimi-san no som. E hoje nós temos Gonosuke-san, hoje. Nos dando prazer da presença. E eu, Helenice Ueda, queremos passar uma hora agradável juntos. Obrigada pela companhia. Feliz Ano Novo. Ai. Feliz Ano Novo. Happy New Year no koto. Novo は新しいですね。Novo, そうです。Nova. Novo のことよね。そう、フェリサのニエボ、そう、同じ、そうです、すごいですね、スペイン語わかる。はい、ね、スペイン語、アブレスパニョーリス、ビエン、イタリア語なんていうかわかんない、イタリア人の、ブエノ、ブオ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 ノ、はい、いつものようにお届けしていきます。フェリチェのブオノ。暮らしの扉、トライアル商品の紹介、なんか高そうなのがいっぱいありますね。ありますよ。それから音楽を一曲挟んで仲良しの扉、いつものように聖書の御言葉とブラジル・ポルトガル語講座をお願いします。それそして音楽をもう一曲挟みまして懐かしの扉、1月になりまして今月のメールテーマ、前回ちょっとお話ししたかと思いますが、初詣の思い出、皆さん初詣行かれましたかね。行かれました。ミミさん行ってないんですよね。そうそう、さっき新年の挨拶しましたけど、中には喪中の方もいるので、おめでとうとは言えないかもしれませんが、今年も1年よろしくお願いしますということで、ミミさんとかはそうだったんですよね。だから初詣とか行ってないんですよね。中にはそういう方もたくさんいらっしゃると思いますが、初詣行かれた方にはその辺の話、五之助さんの話はね、前からいろいろ印象に残ってて、ミミさんの方にメッセージをもらってるんで、ミミさんに紹介してもらいますが、詳しいところは後でお話聞けたらと思ってますんで、よろしくお願いします。それではそんな1時間、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。 BGM 入ってますね。あ、じゃあそれではまず暮らしの扉からいきましょうかね。ちょっと持っていただいていいですかね。はい。明日ですね、してみましょう。パイプオルガンコンサートが明るさが大きにしちゃう。明るすぎます。那須野ヶ原ハーモニーホールでの
パイプオルガンコンサート、明日一日楽しめる感じですね。ちょっとカメラ下向けられる。いいか。パイプオルガンコンサート、あ、いいです、いいです。明日土曜日、1月9日土曜日、那須野ヶ原ハーモニーホール、大ホール、こちらに設置されてます。パイプオルガン、何とか聞きましたけど、いいですね、あれ、何度聞いても。まだ聞いてない方はぜひ聞いていただきたいと思います。今回非常に、聞きに行くのによろしいんじゃないかと思う、午前と午後の、コンサート、まず午前中、11時開演、10時半に会場になります。ニューイヤーコンサートシリーズ1、0歳からのオルガンコンサートボリューム3、去年一昨年から実はこれ始まってて、毎年この時期に行われているコンサートです。今年が3年目になりますね。0歳の赤ちゃん入場 OK。 あの赤ちゃん抱いたお父さんお母さん、赤ちゃん一人じゃさすがに来られませんからね。お父さんお母さん、若い素敵なお母さんがたくさんいらっしゃってね、あのまたパイプオルガンの音を鳴ってる中で赤ちゃんたちがこう声を上げたり、中には泣いてしまう子もいたりするんですけど、そういうのがね、意外とそのコラボレーションっていうのは意外と心地よいもんで、子供の声ってなんか安らぎを与えられるなって気がするんですけど、そんな楽しみ方もできると思います。そして未就学児は入場無料、0歳の赤ちゃんから OK ですので、ちっちゃい子も来て聞いてください。お父さんお母さんに連れられて聞いたらいかがでしょうか。で、大人は小学校以上なのかな、は、全席自由で500円になります。そして同じようなコンサートが、午後もあります。午後は3時開演、午後2時30分会場になります。アフタヌーンオルガンコンサートボリューム3ということで、これも午前午後同じような形でこう3年続けてきてますね。で、こちらは先ほど、小学生以上が500円になりますと午前中の部言いましたけども、こちら午後の部は小中学生入場無料ですから、小中学生は赤ちゃんの声を聞きたい方は一緒にお金払って行ってもいいんですけど、午後であればお子さん無料で聞けます。それから、母子健康手帳をご持参の妊婦さんは入場無料ということで、手帳持ってないとダメですよ。妊娠してみてもちゃんと届けて、手帳持ってないとダメですよ。それでも午後は赤ちゃんは聞けないんですね。聞けないよね。朝だけはね。あの赤ちゃんを連れて行きたい方は午前中の方にぜひ行ってください。こちらは、小中学生無料で、高校生以上ですね。入場500円、全席自由となってます。じっくり音楽を聴くには午後の方がいいかと思います。妊婦さんもね、いいですね。妊婦さんもね、オルガンの音色がね、またなんか癒しになるんですよね。心地いいんですよね。あの気持ちよく熟睡してもいいと思います。すごい、コンサートホールってね、あの音は綺麗だし、あったかいし、椅子も座り心地がいいんでね、あのそんな楽しみ方でもいいと思います。僕もずっと、ま、ちゃんと聴いてるかっていうと、中には気持ちよくなってうとうとうとする時もあるかもしれませんね。今回ちょっと私はいけないかなと思ってるんですが、演奏される方は桑山綾子さんという方で、なかなか綺麗な女性の方ですね。チラシの方にあります。オルガン、せっかくねこの近くに立派な素敵なオルガンがありますので、興味のある方は行かれてはいかがと思います。入場料は当日大ホール前でお支払いください。ワンコイン500円ですからね、あのなるべくお釣りないように500円持って行かれたら、スッと入れるでいいんじゃないかと思います。前なんかそんなことも書いてあったような気がするんですが、まあちゃんと、お釣り、あのちょうどなければお釣り出してもらえると思いますので、まあ、なるべく500円ちょうど支払えるような形で持って行かれるといいかと思います。そしてもう一つは、まだすぐちょっと先なんですけど、あのせっかくあの案内いただいたんで紹介しようと思います。ルシア塩水さん、何回か聞いてますけど、あのアルパアコースティックコンサート、実はこれがですね、あの東京のサントリーホールで行われるですね。
日にちは1月31日の日曜日、まだちょっと先ですけども、31日の、午後1時開場、1時半開演ですね、場所がサントリーホール、ブルーローズ、ショーホールですね、ブルーローズ、青いバラという、ここ本当素敵なホールでね、響きもいいんですよ、こんなところでやる、羨ましいですね。できたら聞きに行きたいと思ったんですけど、ちょっと1月はあのいろいろ予定があってお金も使ってしまってるんでちょっと辛いかなと。こちら全席自由席で一般5,000円、小中学生2,000円というチケット代になってます。ルシア塩水さん、周りを固める方、これ写真で見るとチェロを弾いてるんでしょうかね、ゲストで前田義彦さんという方、チェリストですかね。それから、あとはおなじみの方が多いかと思いますけど、高橋正弘さん、高山直俊さん、我らが高山直俊さん、それから岸本浩二さん、宮川久志さんという形で、何度か、まあ、の耳にしている演奏ですけども、サントリーホールで聴けるっていうのは羨ましいですよ本当ね。チケットお問い合わせ、チケットの取り扱いお問い合わせはオフィスアルペジオ、東京電話東京03-39025355、メールでは、アルペジオ、arpegio@minos.ocn.ne.jp、またはオフィスペンタグラムに問い合わせてみるのも手かもしれません。高山さんのところですね。これは本当ね、できたら聞きに行きたいところなんですけどね。東京素晴らしいですね。サントリーホール本当素敵なホールです。あの大ホールではなく小ホールの方なんですけど、ここもまた音の響きが非常によくて綺麗なホールですということで、ご案内いたしました。他何かあります、この週末ですとか。17日にココブルーのライブが塩原の富士屋さんであると思います。通りのカフェ、果物屋通りの茶屋、果物屋カフェ、富士屋さんですね。で、17日の夜ですかね。昼間ですか。昼間だった。何時だろう。1時ぐらいじゃないですか。1時から2時間ぐらい。そう、1時から来週の日曜日、17日の日曜日ですね。はい、お客さんがいて、お客さんがゆるゆると。あ、ゆるゆるとやる。あ、行きたいな。いいですか。赤浜さんと美味しいですか。美味しいですね。美味しいです。最近ちょっとしばらく行ってないんで。あ、そうです。行きたいですね。2回、この年末年始2回行ってましたね、なんかね。ビバ9度。いや、ビバ9度って今まだ通れるの。通れないですよね。雪ないけど通れないですよね。雪な、全然ないですか。今年雪ないです、道にはないですよね。道にはないです。スキー場はあの人工降雪機で降らしてるからあるけど、でも本当に寒くて、いつだったかな、あの雲が包んでた時があるんで降ったかもしれないですけど、正月暑かったからです。正月から全然ないですよね。暖かかったですからね。暑いぐらいでしたよね。こんな暑いの初めて。そういうの、ね、初詣に太田の方行った。まあ、あとでその話にしますけど、うん、車運転してたのに窓開けて走ってましたよ。暑くて、暑くて、エアコン切ったらまだ暑い窓開けて。このジャンパー着たのって暑かったですよ。暑いですよね。もう上着いらないぐらい良かったですね。そっちは、ね、太田は暖かいじゃないですか、うん、ね、こっちも帰ってきてもなんかそんな感じ、暖かかったですね。はい、それでは暮らしの扉を回りまして、トライアル商品の紹介です。はい、今日はね、昨日からすごい寒くなったよね。だからこれがいいって思いましたよ。そうですね、昨日あたりから寒い。今日は一番の冷え込みですね。あら、湯たんぽ、小さいな湯たんぽね。それでプラスチックだから、そんなに重くならないとか、カラフルでいい。そう、それとそのあの外側もね、光ってくるんだよね。あ、そう、
そのかね、はい、その袋とかね、布の袋も丸の周り、あの包む袋がついてるんですね、はい、はい、それがさすがトライアルが598円。Gente, olha isso aí, é uma bolsa de água quente, tá? É de plástico duro, mas vem assim com a bolsa acompanhando. Está por 598 ienes no trial. Ai, cadê? 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 Arumi no mukashi, no mukashi. Cadê? Mada uteru no de. Cadê? 998 ienes.Gente, olha, esse aí é o antigo, né, o clássico de metal, tá, de alumínio. Esse daí está por 998 ienes no trial. 100 ien naranai no de, né, sasuga kai, né. So. Ki, né. So. Isso de. Ah, これ、アルミじゃない。亜鉛メッキ鋼板ですね。鉄ですね。鉄。ああ、はい、はい。やけどしない。大丈夫。あの熱湯でかなり熱くなりますので、うん、これもやっぱりなんかタオルとかでくるまないと危ないですよね。そうね。赤ちゃんの毛布は。こっちは袋はついてないんですね。そう。袋はついてなかった。それでこれはなんか、ね、電気の線がついてます、ね。電気の線だからね。それもあの699円。Gente, essa é uma bolsa de água quente, mas é elétrico, tá? Então é um aquecedor, tá? Então ela é pequenininha, portátil. Então dá para você usar aqui nesse inverno. Está por 699 ienes no trial. Anka, hiragata anka. これもこれも使うことができるかな。あ、そうか。腰のとことか。ね。ちょっといいかもね。ね。と。粉のこともあるのよ、トライアルで。あら、電気毛布。敷毛布。ね。ちょっと引きますか、でかいから。うん。大きい。大きいよね。これは寝るときの敷毛布ですよね。そう、電気毛布だからね。この毛布っていくらって思いますか?5000円ぐらいするんですか?そう、1990円。安い。Gente, olha, cobertor elétrico, tá? No trial, está por 1.990 ienes. Tá, todo mundo fala em torno mais ou menos de 5.000 ienes e tal, né? Mas no trial está por 1.990 ienes, tá? Barato, né? Yasuyo, né? Nossa, gostei. Tem que dar 1.8 ienes?0.8円。今省エネ設計になってるんですかね。そうですね。あれ、gente、8 horas gasta 0.8円。消費電力55W しかないですね。たえ、faz uma economia de energia também。と、これは、かわいいから持ってきたのね。これが湯たんぽで、ね、その中身が。あって、それでこの外側の袋がすっごい可愛らしいのね。羊ですか。うん、羊で799円。外側がなくてもっと湯たんぽも入ってるんですね。カバーセットですよね。カバーセットで。ジンジャーレ、エサキ、エサカーネード。さっきの金属のね、鉄のちょうど良さそうな感じです。中に入ってるんだよね。中身いらないもんね、うん、これについてるんで。これはポリですね。ポリの湯たんぽですね。ポリの湯たんぽ。すごいかわいい。Gente, isso aí, esse carneirinho aqui, ó, que dá pra dar de presente, tá? Esse aqui tá por 799 ienes no trial. これ、プレゼントにすごいいいね。いいですね。かわいくて。プレゼントお待ちしております。応募してますとかね。かわいいです。お待ちしてます。はい。800円でね、素敵なプレゼントをあげることができるので、すごい、大きさは同じぐらいですよね、ちょうどいい感じですね、まあ、素晴らしいもの、はい、しかもさすがトライアルって安いですね。さすがトライアルな、いいな、なんか一つ欲しいな毛布、電気毛布って言ったでしょ、ね、一番いいですよね、電気毛布ね、本当安いんで欲しくなっちゃったな、帰りに買ってたりして、はい、ありがとうございます、はい、それでは音楽1曲聴いていただこうと思います、今日の1曲目は、米田ひろしさん、今年も、たくさん聴いていただこうと思います、シャッティが僕を自由にする、いいですか、
何のために生まれてきたのか、そしてどこへ向かっているのか、誰もが一度は考える、そして一度は思い悩んで迷い道、全てはまるで迷路のように手探りで、誰もが生きてる、ウォー、自分が自分らしく生きてゆくためには何が必要なのか、何が正しくて何が間違ってるのか、答えが見えない、自由という言葉に騙されて、悲しくなけりゃそれでいいのか、傷つかなけりゃそれでいいのか、誰もが自由の意味を自分だけの尺度で測ってる、虚しくて全てはまるで雲を打つようで、自分さえも当てにはならない、自分が自分らしく生きてゆくためには自由でありたい、でも自分の自由とあなたの自由が受け入れ合えない、そして僕は一人壁の中、集められた互いの傷口を舐め合う優しさ、見えてくるのは自分の思いばかりで、あと何の人の悲しみも見えない、生きてゆくためには何が必要なのか、自由だけがこの僕を自由にすると信じていたけど、真理だけが僕を自由にする、カナンは彼らのしもべとなれ、創世記第9章27節、とポルトガル語では Deus faça com que Jafé tenha domínio sobre muitas terras e que os seus descendentes morem nos acampamentos de Sem e que Canaã seja escravo de Jafé. Gênesis capítulo 9 versículo 27. Você vê, ego lá. May God extend the territory of Japheth. May Japheth live in the tents of Shem, and may Canaan be his slave. Genesis chapter 9, verses 27.
そうね、カナンが、ね、もう一回ちょっと復習しないと、どういう人間関係でしたっけ。3人の兄弟で、ノアの子供、子供が3人、3人兄弟で、セム、ハム、ジャフェ、ヤフェ、ヤフェ、セムとカナンね。カナンが、じゃあセムとハムとカナン、うん、ジャフェ、セムとカナン、カナンは ハムの、カナンはハムの子供、うん、わかる、カナン、ノアの子供なではない、ノアの子供はセムとハムと、セム、ハム、ジャフェ、ジャフェ、ヤフェって言ってる、そうが 3人の兄弟で、うん、カナンは誰の子供になるの。カナンはハム、ハムの、のカナンは三男よ。三番目。うん。ですか。ね。復習しましょうね。あとね。もう一回。またじゃあ来週にでもちょっとその辺のことを整理して話していきましょう。神がヤペテを広げ、セムの天幕に住まわせるように。それでカナンがテントにノアの裸、あ、そうだそうだ、カナンが3番目ですよね。そうよ、そう、カナンが裸を見てしもべになることになったんです、うん、だいぶ思い出しました、うん、そうですよね、うん、そうですよね、3番目ですよ、カナンが。そう、やべて、それで呪われて、それでしもべになれということになったんですよ。そうです、そうです、そうです。ちょっとその辺の話もちょっと思い出しながら次、うん、来週、うん、もう一度楽しみにしていきたいと思います。はいはい、ごめん ね、ちょっと忘れかけてますね、うん、年が明けてね。そうで、じゃあポルトガル語の講座今日ないので、はい、今日お休みです。そう、お休みです、ごめんね、はい、もう一回じゃあ、うん、なんか書くもあります、新年の挨拶でもちょっと教えてもらおうかな。あ、はいはいはい、フェリーズあのノーボ、はい、はいはい、フェリース、フェリース、あの、あのノーボ、ノーボ、あのっていうのが、年ですか。フェリース、あの、あのが年で、ノーボが新しいですよね。そう、ハッピーニューイヤーですよね。そう、フェリスは、まあ、お祝いのハッピーというかそんなような意味だと思います、うん、フェリス、フェリス、あの、ノボ、フェリスではハッピー、あのが年、あ、イヤーね、ノボがニューですね、ニュー、ね、英語だとニューイヤーになりますけど、あのポルトガル語は形容詞が後ろに来るんですよね。そう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 、形容詞が後ろ、フェリス、あの、ノボ、フェリーザのノーボ、そうね、日本は平成28年よね、今年で。そうですね、はい、ね、うん、今年はいよいよオリンピックの年ですよ。あ、ブラジルでね、そう恥ずかしくならないようにね、あのワールドカップみたいの時にみんなが恐ろしい恐ろしいって言って、それでも行ったら意外そんなんじゃなかったってね。そんなことないですよね。ねえ、そうだったよね、うん、言ったらそんなんじゃなかったってみんな言うので、本当はあの悪いことはあの明治は見せるけど、いいことはあまり見せないよね、うん、聞かないよね、はい、今年はブラジルオリンピックに行って、ですから、ね、どうぞあのそのブラジル知りたかったらオリンピックに、いいですよね、いいよね、行けたらいいですけどね、うん、南米では初めて、初めてですか、前にありました南米だろー、分かりますよね、それその情報まあ、あのリオでオリンピックやるのは間違いないことなので、うん、今年、はい、ブラジル盛り上がると思いますが、うん、はい、どうぞ、はい、どうぞ、はい、
がとうございます。ブラジル語講座になりました。はい、ブラジルポルトガル語講座ありがとうございます。それではもう一曲音楽を聴いていただこうと思います。今度はカラーズ、花水木というちょっと春というかもうちょっと暖かい時期の歌ですけども、
はい、カラーズで、花水木を聴いていただきました。あ、花水木じゃなくて、これ映っての梅の花が映ってたんですけど、ちょっとあれ分からないですね。小さくてね、写真の方を見ていただこうと思います。私の行った初詣です。もういろんな写真こう見ていただいてますけど、じゃん。最初に行ったのが生品神社、群馬県太田市、旧新田町にあります生品神社。これ、南北朝の武将新田義貞が挙兵した場所で、ここ今太田市の市の師匠っていうのが実は新田市の家紋に太田とかって入ってるだけなんですけど、新田市の挙兵の地ですね。今から何年前、頼朝より後ですけどね、1330何年ですね。で、次に行ったところは、太田の世良田にあります旧に落ち間町にあります、東照宮、世良田東照宮。実は二代将軍秀忠が日光に最初に創建した、お社を太田に移したものが今こちらで、彫刻もあって左陣五郎作と言われてます。この鷹、巣ごもりの鷹といって巣にいるヒナを掘った彫刻のがあって、ちょっとやっぱり傷んできてる感じがするので、古いものですからね、もう400年ぐらいになりますからね。で、そして、次に行ったのが冠稲荷。これは南側にある門なんですけども、この、新額、タモリさんが漆塗りをしたということで、ブラタモリ、 NHK のブラタモリの番組で取り上げた、神社に行きました。絵馬の方も奉納してきました。世界の平和を祈願いたしております。なんかガリレオとかイタリアって書いてあるのも、なんか誰が書いたんだよこんなのとかっていう人がいるようですけども、奉納してきました。皆さんにとっての、初詣でいかがだったでしょうかと。いつの間にか懐かしの扉入っちゃってますけども、私の初詣での写真を見ていただきました。正月こうやって神社行きますと、やっぱりなんか清らかな気持ちに、もう汚れ切った人間なんですけどねなんか清らかな気持ちにしていただける感じがしますよね。皆さんなんか行きました、なんか紹介してもらおうかと。はい、じゃあ、権之助さん、今日おいでになってるんですけど、はい、権之助さんからメールをいただいたので、初詣の思い出を一つお話します。はい、よろしくお願いします。はい、毎年友達と一緒に初詣に行ってから、除夜の鐘をついて新年を迎えます。今年もそうなるはずだったけど、今年は友達の車の芳香剤が強すぎて気持ち悪くなってしまい、吐き気と戦うことに。友達を送り届けるまではよかったけど、うちの駐車場に着いた途端…それはじゃあ、正月から…高校材は弱めの方がいいですっていうメールをいただきました。入れてすぐだとすごい強い時ある。あとなんか加減するやつあるよね、こうやって穴がこう大きくなったり小さくなったりして加減できるやつは、加減してやらないと絶対だって。今は強すぎるから人の鼻はだんだん進化しちゃうかなっていう人もいますよね。自然の香りじゃないじゃないですか。なんか話そっちに行っちゃいますけど、悲しいなと思ったのが金木犀の花の香り聞いてる子供が、あ、トイレの匂いがするっていうの、あれ悲しいなと思って。金木犀の匂いって私運動会の匂いなんですよ。あ、その頃ですよね。昔は秋にやってたから、ね、全然なんか話そっち行っちゃいますけど、初詣の方に戻しますか。みんながある不思議なのはね、はい、初詣に行ってから重要な金をつくのかな。それは毎年ね、実は聞いてるんですけど、毎年どういうあれなのかなって。これはやっぱりその、やっぱり、まあ、初詣もそうなんですけど、あとこれ縁日ないでしょ、はい、あれも結構楽しい。これどこ行くんですか、初詣。麦神社やっぱり夜中もう12時過ぎた、で年明けたらすぐに、そしたらもうすぐに、まあ、あれして、で縁日でお参りして、で縁日でタイラーメンとか、タイラーメン今年もなんかタイラーメン出ててすごい人気だったらしいですけどね。あとたこ焼き、あれもう夜中から出てる、出てるんですよ。もうあと、なんつうか、今川焼きとか回転焼きとか大判焼きとか、大判焼きね、大判焼き、
これを買うでしょ、うん、あとリンゴを買う、随分いっぱい買いますね間に合うんですかそれで重要の金が。それから重要の金、それから車乗って重要の金、重要の金あそこですよね、カラスガモリの雲昌寺、雲昌寺ですね、うん、何時頃まで重要の金やってるの、ね、今年も少なくなってるみたいですよ、あの好きなだけつ使ってくれるの、100やつ以上ついてるんですけど、ついてる、そうだよね結局だからその年人が多いか少ないかでやっぱそのね終わる時間も早いし、だ結局つく人がいればそれだけずっとついてる、ずっと長いんですけど少ないとまあ早めに終わって、今年は1時ぐらいにはもうずれて、でも1時ぐらいまでやってたんで、1時半ぐらいやったのかな、じゃあ間に合うんですね、僕はねいつも不思議だったの、だいたいあの100やつつくのがあの年内に100個ついて年が明けた後に8つくとかっていう説があったり、なんかいろんなあれがあるんですよ、で初詣で終わった後行くってことは朝までついたりしたいなとかって思ってたんだけど、人がいる間は全然やってるんですよ。あでまあ友達の車の方向性がちょっと強すぎて、まあ今年は頑張ります。あのすいません、タイヤ面全部出しちゃいました。僕の話はいい。そうなんですね。あの除夜の鐘、初詣の後にも除夜の鐘つけるところ。ということで、うちはあの、はい、墓地だったんですけど、うん、お寺であの来たらなんか霊をここにつくのに参加してくださいって言われて妹は行ったらしいんですよ、はい、でもそしたら1年経った時の大晦日につくのが本当らしい、亡くなっ て, なくなってその年ではなくて次の年、 そ,、ね、それは何あの除夜の鐘として除夜の鐘をつくんだよね、僕が開けてからってそうですね、もう開けてから作るなんだね、その年には本来作るんじゃないかね、それがちょっと聞き違いしちゃって行ったんだけどダメだったよね、あそこですよね、宇都宮の赤門の自光寺さん、すごいお寺ですよね、あそこね、赤門も立派だし去年桜は倒れちゃったんですか、そうですね、桜はどうでしょうか、昨日、おととい行ってきたんですけど、栃木の百選の桜なんですね、そうですね、宇都宮で一番最初に咲く桜なんですけど、なんかつぼみもあんまり持ってなかったかなって感じですね、なんとかあるんですけどね、まあ、桜もやっぱり命あるものなんだなと思いますよね、あの私あの、頼朝なんで、あの鎌倉の八幡宮っていうのはあのすごく縁のあるお宮なんですけど、あそこの大銀杏が倒れたのがね、かなりショッキングでしたよね、あ本当僕もその倒れる前のその自光寺さんの桜見てるってね、あの立派な桜が、やられちゃったから、ここですからね、うん、ショッキングってありますね、エレンスさんはあのキリスト教ではなんか新年とかなんかあるんですか、新年とはないクリスマス、クリスマスの方が一番、うん、うちはなんとかねあのパルチするのね、あのそう31日から1日の夜にはねパルチするけど家族の中でねパーティー用ですよね、そうクリスマスもね、クリスマスはねパーティーやってますよ ね、クリスマスはあのイエスキリストの誕生日だからね、それでお正月には家族のパーティーをするけど、いいですね、天の声さん何かどこ行ったんですか、野木神社、やっぱりこの辺り野木神社多いですよね、賑わってますよね、賑わってます、夜も相当人いっぱいの行列になってますよ、ね、あのだいたいあの年明けて元日の朝行くともう並んでて見られない、お参りできない、もう外時間も待たされるって感じがするので、で実は私さっき見てもらったところ1日に行くと大変だろうなと思って見たら3日の日なんですよ、私行ったの、それでも結構人いて、生島神社は全然人いなかったんですけど、次の東照宮は結構もう並んでて、最後の冠稲荷はすごくてもうずっと行列になってて、しかもそれ行くと血の輪くぐりって言ったらいいんですかね、輪がこう
という和、和、あの、なんだ、わらで編んだ和をこうぐるっとこう八の字になっていくのがあって、その後、あの巫女さん、綺麗な巫女さんがね、こうお祓いしてくれて、その後に、あの拝殿に行ってこう、なんだ、お賽銭にやって、あの神社はこう、二礼二二二礼二二二百一礼であのやるんですけど、お寺はこう戦う歌詞が出てたんですけどね、あのそうやってやって回るんですけど、私その行列待ってたらどんだけ時間かかるか分かんなかったんで、そこに並ばないでさっき見ていただいた絵馬だけ訪問してきたんですけど、でそこのお寺はあれ写真なかったってかな、ボケの花が名物らしいんですけど、まあ、3日に行ったんですけど、そんな行列だったんで相当時間かかりそうだったんです。前に乃木神社行くとやっぱり行列でちゃんとお参りするのは時間かかるんで、あの遠くから賽銭ポンと投げてあのやるだけでとか済ましちゃうことが多かったんですけどね。あのそういう大きい神社に訪れるのもいいんですけど、普段誰も来ないようなちっちゃい神社って、うん、ありますね。あのそれぞれにあの鎮守様って多分地域地域にあるんですけど、そういうところに行きますよね。そういうところに訪れてみると結構いいと思いますね。昔ね、うちの田舎だとまずそういうところ行ってたんですけど、だん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 本当寒い中歩くのも嫌だなってなって、車で移動して美味しい、いっぱいあの売ってる美味しいもの食べてっていう方にどうも来ちゃってる感じが。ますね、田舎はさ、あの甘酒とか振る舞ってくれるとか、おそばとか、うん、あれはね、なんかすごい嬉しい。三島の甘いとか、三島神社なんかやってるみたいな。あと、雲昌寺なんかも、あの豚汁とか、豚汁粉とか、あれ嬉しいですよね。うちの田舎もそうだね、除夜の鐘つくところでは、うん、なんだっけな、甘酒だったかな、なんかいろいろ出してくれますね。ああいうのいいですね、お汁粉だとかね、ああいうのいいですね、ほんとね。寒い時にね、とかもね、ありがたいな、うん、出してくれる人は自分たちはそういうお参拝しないでみんなに振る舞って大変だろうなと思うんですけど、ね、うん、寒いとかね。でもなんかそういうのが初詣だなって感じしますよね。年も明けなかったですからね。毎年毎年刺すようにしますよね。でさっき言ったようにこれ昼間回ったんだけど、車窓開けて走ってるぐらい暑いぐらいでしたからね。でさっき言ったボケの花実は咲いてなくて、最初ちょうどお話し始めた時にあったのが、セラダの東照宮ですけども、そこの境内に白い白梅だと思うんですけど、梅の木が木の花が咲いてて、白い梅の花が咲いてたの写真撮ったんです。ちょっとこの写真では分かりにくい、後でブログにあげますんでね、あの見ていただけたらなと思いますけど、本当あちこち暖かい初詣で皆さん迎えたんじゃないですか。逆にね、すごい寒い、あの雪、吹雪の中こう集まってするなんていう思い出も中にはある方もいらっしゃるんじゃないかと思いますので、今月は初詣の思い出ということで、メール募集してますので、あとはブログとかに書いてますので、そちらにコメントいただいてもいいかと思います。よろしくお願いいたします。まだまだね、これから寒くなるらしいですけどね。今日は寒いらしい。そう、雪なかったらちょっと寂しいよね。そう、塩原とかまだ雪ないですからね。ないもんね。でスキー場の人たちはなんか雪なくて、オープンしたかと思ったらあったかくて雪あの溶けちゃって、ね、また閉あの閉まってるなっていう話も聞きますんでね。困るな。そんな年もありますよ。でも本当自然の天候ですから。雪がないと水不足になっちゃってますよ。あ、そうですね。雪国はあの雪の水、雪解けの水っていうのはその豊穣をもたらしてくれるところがあるんでね、大事なことですよね。あの梅雨の雨が降らない空梅雨なんていうのも困るんですよね。農業やってるところが降りすぎるのも困るし、適度に、ただやっぱりこう波があるのが自然なんで、そんな時は。ある部分しょうがないのかなと。人間の技じゃないですからね、まあ、そうなっても、困
らないようなやっぱりいろんな計画を立ててやっていかなきゃならないのかなと思いますけども、今日はちょっとこんな初詣があって、あとこの後ね、こんなことを今年は祈願しましたと、さっきも私の世界の平和じゃないですけど、こんなことを祈願したっていう話でもいいですし、いろいろ話題は多分尽きなくあると思いますので、取り上げていただけたらなと思います。取り上げていきたいと思いますので、いろいろ情報をお寄せいただけたらなと思います。今日はね、李翔さんがお休みなんで時間がちょっと余ってはいるんですけど、何かちょっとあの、はい、ブラジルのちょっとその正月のこと、そういえば向こうはあったかいんですよね。あったかいので、あのさ、あの花咲くって言ったら花火が咲くの。花火打ち上げるんですか。そう、海辺にその31日から1日の時にみんな海辺にいて、それでそこで花火ポンポンね、こっちの夏だからね、花火を見てシャンパンとか開けて、それでそこでなんとかね、ね、日差しが出るまでとかね、そこでいろいろ初日の出とか見たりするんですよね、うん、いいよね。いいな、コパカバーナのビーチですね。そういいですね、行ってみたいですね、なんかのね。ね、それでこんなにあの 砂のところにろうそくとか持っていて、うん、それでそこでこんなに周りとかね、吸うとか話するとか。行ってみたいですね、コパカバーナ。あの向こうはね、日本のビーチと違って白い綺麗なビーチなんですよ、うんうん、そうね。ちょっと食べ物っていうのは、日本はお餅とかがあるじゃないですか。そういうのはそういうのじゃないか。向こうはね、言うけど、うちの中でも昔それ今まで続いてるけど、お城にあの鶏みたいはね、クリスマスに食べるけど、ね、お城に粉にするでしょ、砂あの虫を探すときに、お城に砂するからダメって言われるのね。前向きの動物とか の食べ物とかだから、豚あ、大好きね。そう、それで本物の好きな人は豚の頭、それを焼いて、それでそ の花のところを食べるの。丸焼きみたいなのありますもんね。そうそうそう、あるのね。韓国料理好きなんでね、豚の顔をね、いろいろ、まあ、本当にいろいろな国がそのね、豚の頭食べるなとか思ったのね。縁起物ですよね。そうね、それ言ってるけどね。でエレンさんのところはやっぱりお正月はお餅食べてたんですか。日系人はやっぱり、日系人だから、そう、昔はね、お供え、ね、あの井戸、水の神様だったんですよ、昔ね。主人が移動のところに持ち、それでオーブンのところに火の神様、ね、すごい本格的ですよね。神棚とか、いろいろなところにあの餅をね、あのお供えしとったのね。大事にしてたんですね。そんなの習慣があって、それでこっちに来てギリシャになって、うん、それはもう全然ない、うん、しないとか。今エリンさんの家族は皆さんクリスチャン。子供たちは違う、まだクリスチャンじゃないけど、カトリックにね、カトリックになってるので、それでもまだクリスチャンじゃないね、そう、うちはね、神棚いっぱいあったんですよ、まあ、今年も親父言ったのをあげてたんですけど、まあ、仏壇と神棚がね、いくつあるんだろう、大神宮様という伊勢神宮のお札が上がってるところ、それから恵比寿大国、それから年神様、この年神様があれですよね、お正月のお祝いのメインですよね。年神様がやってくるのを本末に、でうちは年神様のところにこう鳥居がこうあって、それ昔は親父が藁でね、あの鳥居を飾るまで作って、みかんをこうくっつけてね、そう、あのしなんかあのしでっていうか、半紙でこう作って作りました。作ります。で仏壇がで年神様が、恵比寿大年神様があって、あとなんだ、
神棚、それの他にさっきエレンさんが言ってた井戸の神様、それから火の神様、それからうちは旗織り関係の仕事をやってたので旗神様っていて、それと家を守ってるお稲荷さんのお社、お稲荷さんのお社があって、あと仏様と言えるんですけど、それとね、その餅をカビ、カビ来る前に食べなければならないで、鏡開きっていうのは鏡開きってうちはやっぱり作っておいてて、やっぱり11日にあるんですけど、鏡開きって特に やらないで、おばあちゃんがお餅の硬いお餅が好きだったんで、それを割ったり切ったりしてね、揚げたやつ食べたんですけど、それとあと面白いのは三が日の間、小さく切った餅とお雑煮の具、うん、大根や人参や昆布をこう三が日、その神棚にこう揚げてるんですね。で三が日終わって4日の朝にそれをおろし、お棚探しとかお棚おろしっていうんですけど、それをおろしてきたのを煮ておじやにして、ご飯も少し入れておじやにしていただくんですね。そんなの、そう、京都だから、京都では4日に鏡開きや、ね、そのお棚探しと同じようにやる、かびたり硬くなったり大変ですよ。そうね、いとこに一回そのね、お正月に過ごした時に教えてくれたのは、うん、初めの食べ物はお雑煮ですよって言われたの。それで雑煮ずっとね、それを食べてたのね、うん、初めのお正月の食べ物は雑煮。最近はもういろんなお店もやってたりするそう、おせちもそうですけど、基本的に三が日はおせちとお雑煮ですよね。で4日の日にうちはそのお棚探しやった後、うどん作って食べるっていうのがこの辺りだと3日にとろろ食べるっていうね。そうなんですね。それで31日の夜はそば、みんなそば、それはそうですね、みんなそば、年越しそば、年越しそばって食べるの。食べます。いいな、それも、食べないの。何回も食べたけど家の瞬間じゃないので。そうだよね、夜に今年群馬の大井が来てくれたから、大きな丸ごとのね、豚の桃のね、豚の桃、豚の桃、鳥の桃じゃないですね、ね、あ、鳥はね、クリスマスだったの、七羽を焼いてあげたの。すごいね。それでお正月にはその丸ごとのね、桃を焼いて、その中のポリプトネとかね、骨がついてるの。骨はもうすごいですよね、取って。じゃなかったらね、何時間もですよね。もう向こうは3時間とか4時間のオーブンに入れるのね、焼くまで。こっちはね、そんなのオーブンも大きくないし、小さく、もう丸ごとなんてやらないですね、スライスしたやつを調理することが多いですから ね。そうね、それも私は粉のね、大きいのにしてなんとかね、焼いてあげて、それを食べるのね、夜の。すごいですね。シャンパンポンって開けてあとお正月っていうと、さっきの桜に、それから神棚の話、正月、あ、今日、昨日ですか、七草がいるですね。それで、6日、1月の6日に、このクリスマの飾りをきちんと畳むのね。あ、それまで飾ってるんですか。飾るのね。なんで6日って、3つの、イエス・キリストが生まれた後に、3人王様が来たでしょ。なんとか線香とか金とか持ってきたのね、香水ね、とか持ってきたでしょ、イエス・キリストの。それでその日までそのクリスマスの飾り、飾りをしてる。そう、それで終わるのね。初夢って言いましたか。初夢はね、ちゃんと覚
覚えてないな。一富士二鷹さん。まあ、鷹のか、それともその当初始まって始めるのか。本当は1日の日に寝て、2日の朝起きた時に見る。うん、まあ、大抵の人は31日のから1日になってから寝ると、その日がそれが初夢じゃないかって言ってますけど、大体2日の朝とか、2日の夜から3日にかけてとかって言いますよね。私見たんですよ。何見たの？何？あのね、うん、私と Facebook つながりの、うん、まあ、某、まあ、某 S さんという方がいるそうですけど、うん、その方とピアノの発表会に出ることになった、うん、で、ピアノの発表会の会場が満員のお客さんだった、うん、で、私は別に緊張してない、どうだろうなと、あ、大丈夫、自分は劇団もやってるし舞台出るし、それは大丈夫、じゃあ聞く前の自分の前の人が発表してる間に音符を見たんですけど、わからない、マッショ、あの音符が読めない。で、その先生が一回お手本として弾いたのを聞いただけなんで、今目の前での音符がどういう曲かでさえも覚えてない。どうしよう、このまま出て恥かこうかな、それともばっかりで逃げようかなっていうところで寝返りを打って目が覚めた。どういう意味があるんだろう ね、 そうね、ピアノってのは好きですからね、ごめんなさい、ね、まあ、あのね、ちっちゃい頃ピアノ習ってましたし、ね、うん、いや、どんな意味があるのかな、どういう意味があるのか、そうやって悩んでるところでうっと寝返りを打って目が覚めたっていうのは、あ、どうだったろうなっていう、その意味でした。そろそろ、あ、時間も過ぎましたんで、さっきも言ってましたように花市は西那須野が11日の月曜日ですね、この駅前でありますね。10日が東那須野、毎年寒い頃で、ね、10日が東那須野、12日が大田原、大田原ということなんで、毎年寒い時期なんですけどね、雪がちらついたりするんですけど、まだ正月気分、一週間働いてきましたけどね、なんかね、正月気分、まあ、大切に、そんな気分も一年のこの時期だけですからね、味わいながら、過ごしていくのもいいかもしれません。寒波もやってきます。明日の朝そんなにも冷え込まないかななんていう天気予報出てましたけども、寒くなっていきます。まだまだ寒くなっていきますので、お体大切に過ごしていただければと思います。4分ほど過ぎましたけど、それではまた来週、元気にお会いしたいと思います。ブラジル・ポルトガル語でお別れの挨拶としましょう。では皆さん、チャオ、また来週。レディオアクアス、アクアス、アクアス、エイト、ドゥアー。